こっち見るんですもん。
分かったもん。
後でモフモフしてほしいですもん、メリアさん。
どうしたキノ、何かあったのか。あ、ミリアちゃん。ため息などついて、いつもの元気なキノらしくないではないか。キノも憂鬱になる時があるも、盛大なお年頃なのも。なるほど、それはすまなかったな。何か悩み事か、私に話せるようなことか。悩み事も。メリアちゃんになら話してもいいも。おお、そうか。ならば飛行ではないか。昨日今回はこっそりシュルクとメリアちゃんについてきたの。うん、そうだな。昨日最初はこんな遠くまで来るとは思ってなかったも。だから母ちゃんに行ってきますしないまま来ちゃったも。このまま帰ったらきっとめちゃくちゃ怒られるもん。母ちゃん怒ると超怖いもん。今から考えただけで憂鬱になるもん。うん、岡はそんなに怖いのか。それはきっとキノのことが心配なのだな。その怖さはキノが岡に愛されている証拠だと思うぞ。愛されてるもん。そうだ、岡は昨日心配して怒るのだからな。愛してるから怒るも。昨日にはよくわからないも。それはだな、愛する息子である昨日に何かあったら岡はとても悲しむだろう。だから昨日が危険なことに万が一でも近づかないように厳しく怒る、いや叱るのだと思うぞ。あ、そうも。メリアちゃんから昨日あんまり怒らないように母ちゃんに言ってくれればいいも。そうすれば母ちゃんもちょっとは優しくなるかもしれないも。いや、それはできないな。もも、どうしても。どうしてと言われても、自分の行動に責任を持つのは勇者ではないのか。少なくともリキはそうだったと私は思う。私たちについてくるのならちゃんと岡やリキに許可を取るべきだった。それが勇者の振る舞いというものではないのか。桃、これから先の人生でもこういった場面はあるかもしれない。その時に今回のようなことをしていてはとても真の勇者にはなれないぞ。桃、メリアちゃんは厳しいも。昨日失敗したも。
こっそりついていくのは良くなかったの。昨日、過ちに気づいたのなら、しっかり反省して、次の機会に正せばよい。その機会を逸してからでは、遅いのだからな。メリアちゃん、わかったも。昨日、今度からはこっそりついていくのはやめにするも。堂々とついていくも。ちょっとうまく伝わっていないようだな。キノは今回オカを心配させるようなことをしたのだから、ちゃんとオカに叱られて、それからしっかり反省して、次はこうならないようにするのだぞ。そうしてこそ勇者として成長していくことができるはずだ。分かったも。キノちゃんとするも。本当に分かったのか。この程度の傷、少しだけ耐えてても。この程度の傷、キノが何とかするも。その時、もらい受ける。だいぶ、そばったも。てい、えい、そうだ、ミルバルトも。この、バモン、ミルブレイク、てい、これでどうだ。外の暮らしも楽ではないな。勇者は諦めないの。帰ったら父ちゃんに自慢するですもん。我らが力見せてやろうぞ。次期勇者の力見せてやるも。父ちゃんから授かった力の見せ所ですもん。
来る。経験せよ。まだこれが私の全力だ。メリアちゃんかっこいいですもん。良い雰囲気だ。切り裂け、レイザーアクション。我が力を受けよ。悪くない、いい攻め。まだ余力低下から不幸かよ。もう一回来て、フレアインパルス。驚くイカズチよ。ひらめけ、バースタルボルト。素晴らしい一撃であったぞ、ネネ。
見せてやろうぞ。相手してやるもん。何でもかかってこいですもん。ネネに任せてです。ジェイタル豪華よ。どこかしてきたもん。ああ、さらに闘志がみなぎってきたな。バーン、はい、やったーもん。かくれろ。ハイハイスタンサー、ヒールバルトも。さあ、私の手につかまれ。助かりくぞ。なんか吹いちゃったもん。そこが急所か。メリアさん、すごいわ。でも昨日より目立っちゃダメも。良い雰囲気だ。やれっぞ。わっ、元気も。ゲームシールドバッシュ。どうも、私の手につかまれ。助かりくぞ。とどろく一発で。ハイバルトも。引き抜け。バースカルバルト。耐えてても。金のダモンフレア。サンダーバレットも。変身せよ。残ってきたで。気分が高まっているようだな。感情が高ぶってるもん。ネネがついてますもん。暴れるわ。ネネが任せてですもん。何を言う。サモンバルト。ちょっと、その通りか。もらい受ける。お腹減っちゃいましたね。うちより隠れて。なかなかやるもん。そなたの力はそんなものか。キモ。バイオキのフライジオ。この程度の傷、大丈夫ですかね。はっ、ちょっと、ちょっと待ってて。はっ、燃えたか。はっ、温まってきたら全身だ。この、もがけ、ポイゾンアース。お腹減っちゃいました。キム、ヘイルブラストも。心配をかけた。もうなかなかやるもん。そなたの力はそんなものか。ハイハイスタンス。驚くいかずちよ。贅沢たる豪華よ。外しちゃいましたもん。ねえねえ、気にするでない。助かりましたもん。行くぞ。ネネに任せてですもん。かかるぞ。大丈夫ですかも。
まれそうだ。シャドウアイ。ソードパイルですが。いや。ここだ。やった。開け。オラだよ。合わせる準備はできてるよ。前回に来ましたもん。はっ、はあ、やってくれノポンジャ。ミオだ。トレジャーノポンジャ。もう悪いかも。避けるよ。今ならやれそうだ。これくらいがちょうどいいですもん。キノが出なくてもよかったもん。やってやるさ。父ちゃんから授かった力の見せ所ですもん。相手してやるもん。はあ、ケニーに任せてですもん。エアスラッシュ、いっけー。こっち見るんです。いや、バックスラッシュ。隠れろ。モナボの力よ。ヒールバルトのスリットエッジ。エアスラッシュ、ストリームエッジ。ケニーに任せてですもん。いや、ケニーモナドの力よ。モナドバスター。ライトヒール。かけるもん。はっはっ。違う。あっ、おやすみ。と心が騒いできた。キモ、行くですもん。あったまってきたですもん。大丈夫だよキノ。ここから逆ヒールラウンドも。と今ならやれそうだ。開け。だんだん乗ってきたよ。はっ、スリットエッジ。エアスラッシュ。バックスラッシュ。おっと、強くなりたい。姉ちゃん、キノの獲物。こっち見るんですもん。ヒールバルトも。
真是。
な相手だけど気を抜かないで。ミノだけで十分も。ミネが相手しますもん。まあ、いるぞ。やるぞ。まあ、この辺ボカボカしてきたもん。ミノに負けてられないもん。スモ。まあ、サンダーバルト。この調子でいこう。みんな。いや、スモ。ミネに負けてきた。あと一匹だよ。ミノの獲物を奪うんだ。こっち見るんですもん。遅い攻撃ですもん。ねえねえ。ミノもいいとこ見せるわ。いい感じ、いい感じですもん。畳みかけます。ナイルド楽勝だったね。だ最後はキノたちが勝つも。ねね、活躍してましたかも。やっほThank you.